ルクセンブルク、ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク大公国、通称ルクセンブルクは、西ヨーロッパに位置する立憲君主制国家。首都は、ルクセンブルク市。隣接国は、南のフランス、西と北のベルギー、東のドイツである。ベルギー、オランダと合わせて、ベネルクスと呼ばれる。正式名称は、以下の通りである。963年。 アルデンヌ家のジーゲフロイとシーゲフロイド伯爵が、今の首都の領土に城を築いたことに始まる。その当時、鳥デを、ルシリンバーク小さな城と呼んでおり、それが変化して、ラキシンバーグとなった。1060年頃、アルデンヌ家の分家である、ルクセンブルク家に、伯爵位が与えられた。十四世紀から十五世紀には、ルクセンブルク家から神聖ローマ皇帝やボヘミアを出し、 1354年に、ルクセンブルク家の皇帝カール4世によって白寮から、皇寮へ昇格された。しかし、ルクセンブルク家は、カール4世の孫の代で断絶し、ルクセンブルク皇寮は帝統に入れられた後、1461年に、ブルゴーニュ公国に併合された。その後、ネーデルラント一体は、ハプスブルク家寮となり、ルクセンブルクは、ハプスブルク寮ネーデルラントの一州として、 スペインやオーストリアの支配を受けた。フランス革命期にフランスの支配を受けた後、1815年にウィーン会議の結果、ドイツ連邦に加盟しながらもオランダ国王を対抗とするルクセンブルク対抗国となった。1830年のベルギー独立革命の際には、ベルギーと行動を共にし、首都ルクセンブルクを除いて、その統治会と置かれた。1831年、 ロンドン会議によって、領土の二次半分、現在のリクサンブール州をベルギー、残りの領土をオランダ国王の統治下へと帰属することが決められた。この活動が実現されたのは、1839年になってからである。1867年には、ロンドン条約によって、プロイセン王国とフランスの干渉国とするため、衛星中立国となった。1890年、 元ナスサー公のアドルフが、ルクセンブルク大公となり、オランダとの同訓連合を解消した。20世紀初頭から王家が、積極的に外資を誘致、労使関係が良好となった。第1次世界大戦と第二次世界大戦においては、ドイツの占領下に置かれた。校舎においては、ベルギー国立銀行に予託していた資産を、ビシー政権に抑えられ、ナチスに奪われた。 1948年、ベネルクス間で関税同盟を結成。1949年には NATO に加盟し、82年間続いた衛星中立を放棄した。1957年に欧州経済共同体。1967年に欧州連合。1999年にユーロ圏へといずれも原加盟国として参加している。2001年、 クリアストリーム事件が起きた。立憲君主制。国家元首はナッサウバイルブルク家が世襲するルクセンブルク大公。大公は儀礼的な職務のみでなく内閣と共に行政権を執行する。2018年現在世界で唯一の大公国である。議会は大議員による一員制。全60議席、任期5年。議員は 直接選挙で選出される。また、議会に対して助言をする国務員、セイゆでたがある。メンバーは全21名で首相の推薦に基づき、大公が任命する。ルクセンブルクの軍事は現状必要最低限のものである。戦力は陸軍のみであり、総兵力は4個中隊、約450名。空軍、海軍はない。北。 大西洋条約機構に加盟し、欧州合同軍にも兵力を提供している。新自由主義的な経済政策を施行しているが、伝統的に労使関係が良好で、ストライキは少ない。また企業への税負担が極めて低く抑えられていることから、外国資本による大規模な投資を呼び込むことに成功してきた。三つの広域業政区に分かれる。 広域行政区の下には12の県が、県の下には126の基礎自治体があり、3層構造となっている。国土は南北 82km、東西 57km にわたって広がる。神奈川県や佐賀県、沖縄県程度の広さの国土に人口は48万人強。国土の大部分には丘と低い山地が広がる。 首都ルクセンブルクの標高は379メートル。最高地点は、同国北端に近い区内府の丘、2府、560メートル。ローマ帝国時代から、街道が交わる、重要拠点であった。北部はベルギーから続く、アルデンヌ高原。南部はフランスから続く、ロレーヌ大地。東側のドイツとの国境は、モーゼル川が流れる。ルクセンブルクは、地理的に、 欧州の中心に位置している。その意味では、ブルッセルやストラスブールと並ぶ世界都市である。道路や空路、航空貨物大手のカーゴルックス航空が本拠地を置くといった交通網がよく整備されており、オランダ、国際的な海運業の中核を隣国とする欧州における物流の要所である。さらには、英語やフランス語、ドイツ語といった欧州の主要言語がすべて通じる。 理想的な環境にあるため、欧州圏にビジネス展開しようとする世界企業にとっては魅力的な立地条件を有している。ルクセンブルクの気候は、欠片の気候区分によると、西岸海洋性気候に分類される。首都ルクセンブルクの都市平均気温は、1961年から2000年の30年平均値で8.6度。月別平均気温が、 最も低くなるのは1月0.2度、最も高くなるのは7月17.2度である。年間降水量は 847.7mm 図からもわかるように、月別降水量の年間における変化に乏しい。最も降水量が少ないのは2月 59.6mm、最も多いのは11月 79.3mm である。 どの月においても降水が観測された日が過半数を占める。相対湿度が最も低くなるのは4月から6月にかけてであり、73%である。最も高い月は12月、90%。年平均値は81%である。1965年のビジネスウィーク誌によると、ミューチュアルファンドの巨人と、その共同経営者、 ウィリアム・ダ・ロムスは、インベスターズ・オーバーシーズ・サービス、ルクセンブルク保険のファイナンスをてけた腕を買われて、iOS のパートナーとなり、バーニー・コーンフェルドも、テンプルトンの歴史ントンリサーチマネジメントの株式を iOS と個人名義で保有した。最近では 1MDB をめぐる汚職事件と関係して、実業家のがパナマ文書に載っているオフショア会社を経由し、 ジュネーブに本店があるエドムンドドロスチャイルド銀行のルクセンブルク市で講座を開設した。IMF の統計によると2015年のルクセンブルクの GDP は578億ドルであり2013年度における日本の岐阜県の経済規模とほぼ同じである。1992年以降一人当たりの GDP は世界主位の座を保っている。ただし 購買力平化ベースでは2000年内中盤を境にカタールに追い抜かれ第2位に甘んじている。補足、ルクセンブルクは高度に発達した先進工業国である一方、カタールは石油産業、オイルマネーに依存する国である。ルクセンブルクの経済成長率は毎年4から5%の範囲で、推移2007年度以降は鈍化しており、先進国としては 例外的に高い経済成長を維持し続けていたが、2008年に起こった世界経済危機の影響を受け、2009年にはマイナス成長に転じた。翌年には持ち直したものの、2012年にはユーロ危機によって再びマイナス成長となった。ただし2016年現在は以前の状態に回復している。GDP 比で特徴的なのは、 対外債務であり GDP の67倍となり極めて高い水準にある。国別外債残高の一覧。ルクセンブルクは先進国の中でも特に税率が低い国であり、数多くの国外企業を誘致することに成功している。近年ではインターネット関連企業の誘致に力を注いでおり、スカイプやイーベ、アップルなどを筆頭として、数多くのインターネット関連企業が 本社機能を移転している。ただし、本社機能を完全移転したスカイプ社のような事例は稀であり、その大半は欧州本社である。日本企業としては、ファナック、楽天などが欧州本社を置いている。また、その税負担の軽さから EU や OECD、または G20 などに事実上のタックスヘイブンとみなされ、強い非難を浴びてきた。 近年までは一連の非難に対して強気の姿勢を崩さなかった。典型的な福祉国家ではないのにもかかわらず、外して失業率が良好に推移しており、国内の所得格差が北欧諸国並みに小さい。とはいえ、リーマンショックに橋を発する世界恐慌以降は、国際的な金融規制の流れを受けて、税率改正の動きを見せ始めている。 その一環として2010年1月25日、租税条約改正について日本政府と合意した。ルクセンブルクには多種多ような産業が発達している。大規模に外資を投下された民間企業による経済活動は極めて盛んである。このことは重工業と金融に当てはまる。また、国策として情報通信分野における産業振興を図った結果、 ヨーロッパにおける情報通信産業、放送メディア産業の中核を担うことになった。ベルテルスマンの RTL グループ買収は一例である。他にも高度に発達した工業と豊かな自然、特に田園風景とが共存しており、観光業、近年ではエコツーリズムも盛んである。その自然の豊かさから欧州における緑の中心地、 グリーンハート・オブ・ヨーロッパと称されることもあり、上海万博におけるルクセンブルク・パビリオンの標語としても採用されている。食品産業は全般的に低調である。中立海以前のルクセンブルクは農業国であった。20世紀初頭からベルギーから外資が投下された。外資の出所はドイツやフランスといった欧州の強国であった。ルクセンブルクが 不仏関係の干渉地帯というのは、軍事面でのことであって、経済戦争においては前線であった。次第に、ベルギー鉄工業がルクセンブルクに延長してきた。1926年の鉄鋼カルテル、アンタンとアンターナスヨナルデール・オスイエーは、欧州石炭鉄鋼共同体の原型となった。第二次世界大戦後、アンディ・ジェレールが、グッドイヤー、デューポン、モンサントなどを誘致した。 1960年代よりアルセロールなどが、ルクセンブルクの経済を牽引した。およそ10年後にオイルショックが、ベルギーごとルクセンブルクの鉄工業に再編を迫った。2006年、インドに本拠地を置く、ミタルスチール社がアルセロールを買収した。この事件は、国内鉄工業の衰退を象徴したが、しかし合併後、アルセロールミッタルも依然として同国に本社を置けている。 製造業としては、科学や繊維、自動車部品、プラスチックゴムといった分野でも実績があるが、いずれも鉄鋼業ほどの影響力はない。隣国ベルギー、アントウェルペン氏がダイヤモンド取引の中心地であるため、ルクセンブルクにもダイヤモンド加工産業が根付いているが、ベルギーほど加工技術は高くないとされる。他に特筆すべき工業製品としては高級食器が挙げられよう。 リレロイボッホ社が、ルクセンブルク、オーストリア大抗国領時代に工場を置き、ハプスブルク家の御用達となったことから世界的に声が広まった。ルクセンブルク工場が製造する当時生殖器は現在でも世界的に高い評価を受けている。2016年現在では金融サービス業をはじめとする第三次産業が GDP の 約88%を占めるようになった。ユーロ圏におけるプライベートバンキングの中心地であり、世界的に見てもスイス、非融化名国に匹敵する規模を誇る。そんな金融機関を束ねる国際決済機関のクリアストリームは、ルクセンブルクの繁栄を象徴している。また、欧州圏における再保険分野の中心地でもある。こうした金融セクターは、 およそ30万人の労働人口に対して7万人近い雇用を生み出し続けており、労働人口全体のおよそ5分の1を構成していることになる。一方、ルクセンブルクリンクスで明らかとなったような脱法が目立つ。また、国内には欧州投資銀行やユーロスタット、欧州会計監査員といった欧州連合における金融関連機関が集中しており、 ユーロ圏における金融センターとしての地位を不動のものとしている。ルクセンブルクは情報通信分野、放送メディア産業の産業振興に力を入れてきた。結果として現在は RTL グループと SESSA の2大メディア複合体を要し、欧州における同分野の中核を担っている。RTL グループは欧州随一の規模を誇る放送メディアの 企業複合体であり、SESSA は欧州のみならず、世界有数の規模を誇る衛星放送事業者。特に後者は国策企業、日本で言えば NHKBS に近いを前進とし、現在では世界最多41機の放送衛星を運用する民間企業である。欧州最大の商業通信衛星群アストラシリーズは、 子会社の SES アストラによって運用されている。金融サービスに関連して、電子商取引の重要性に、いち早く注目し、2000年8月に世界に先駆けて、電子商取引の関連法を制定した。同様に、電子商取引の安全性を保障する仕組みとして、電子認証機関、リストラストを官民共同プロジェクトとして設立し、官民を問わず広く利用を促している。 続いて2009年には欧州最大規模の商用インターネット相互、接続ポイントルシックスが設立された。ちなみに国内全域において光ファイバーによる高速回線が利用可能である。近年では首都ルクセンブルク市及び第二都市エッシュルゼ r ル z の一体で Wi-Fi による高速無線通信も利可能になった。他分野と比べると第一次産業が見劣りすることは イナめないが、モーゼル川流域は古代ローマ時代から、ワインの生産が盛んな地域であり、良質な辛口の白ワインを産出することで、知られている。ただし、ドイツやフランスとは異なり国内生産量は1万5000キロリットル、年と小規模であるため、輸出されることは少なく希少性が高い。一般的に、モーゼルワインといえば、ドイツ産が有名。ちなみに、 ブドウの使用品種はリースリングやゲビュルストラミネール、ピノグリなど、農業が吸収する労働人口は全体の1%前後とされる。農家の大部分は家族経営の小規模な自作農であり、工作と畜産の混合農業が一般的、有機農法を用いた農地に政府助成金が支給される仕組みとなっているため、政府認証を受けた農地のほぼ100%が、 有機農法を行っている。また、農業関係者の遺伝子組み換え食品に対する拒否感は強い。隣国ベルギー同様にチョコレート菓子が有名で、オーバーワイスは王家御用達である。また、飲食店の格付け冊子として、著名なミシュランガイドにおいて、国民一人当たりの星の数が世界一という実績から、 美食の国として誉れた海林国ベルギー同様、グルメ観光を目的とした旅行客も少なくない。大国に翻弄されながらも独立を維持してきたルクセンブルクは、その歴史を忍ばせる建造物が国内各所に点在している。特に首都の旧市街は世界遺産に登録されており、観光地として人気がある。しかし、観光客は近隣諸国から来て、 すぐ帰ってしまう。実際にベルギーからの日帰り客が少なくない。そのため観光客をいかに長期滞在させるかが観光業の課題となおり、近年では豊かな自然を生かしたエコツーリズムに力点が置かれている。エコツーリズムをメインとする観光地としては、鬱蒼とした森が広がるアルデンヌ地方や小水イスと称されるミュラータール。 モーデル川沿いの丘陵地帯、ワイン観光などが挙げられる。鉄鋼業の中心地である南部、エシシュル RZ には、豊かな自然に加え、かつて鉄鉱石を運んだ、SL 鉄道をはじめする、産業遺産が残されている。この地域は、岩石が鉄分を含むために赤みを帯び、通称、赤岩の地、ランドオブレッドロックスとも呼ばれる。また、小国ながら自転車競技では、 世界レベルの実力を誇る国だけあって、自転車ロードレースの国際大会、ツールド・ルクセンブルクが毎年開催されており、大会期間中は観戦客で大いに賑にわう。ルクセンブルクは伝統的に諸外国から多くの移民を受け入れており、2015年現在のデータでは人口の45.3%が外国出身である。この割合は、 欧州連合の中でも突出したものであり、世界の中でもルクセンブルクを超える国は多くない。ただし、ルクセンブルクの場合は、近隣諸国、同じ言語圏からの移民も少なくないため、多言語国家であっても、米国のような多民族国家とは言い難い。そもそも、ルクセンブルクに外国出身者が多いのは、同国がユーロ圏で唯一二重国籍を認めていなかったために過ぎず、 在住する外国人の多くは近隣諸国からの越境者である東京と近隣県の関係に近い。実際、労働人口のおよそ半数が隣国、主にベルギーやフランス、ドイツなどから越境通勤してくるコミューターとされる。ちなみに、こうした越境労働者が多いことが一人当たりの GDP を引き上げる要因となっている。また、 好調な経済に惹かれてやってきた不法移民、不法滞在者も多いとされるが、ルクセンブルクの国籍、あるいは労働許可証を取得していない限りは存在しないものとされ、正確な統計情報も存在しない、発覚した場合は国外追放。もっとも、宣言協定の締結以後、周辺国、現在では欧州のほぼ全域との往来が自由になっているため、 ルクセンブルクを目的地とした不法移民なのかどうかを判断するのは困難である。ちなみに在留資格がなくとも現地での非雇用を条件に長期滞在許可が下りる。ただし、これは主に難民に対する処置。また、ルクセンブルクにおける外国出身者の失業率は他の欧州各国と比較して低く、外国人に対する差別意識もさほど強くない上、 前述の通り寛容な移民政策を採用していることから、不法滞在の目的は何らかの非合法活動に従事する場合に限られる。住民は、ケルト人、ゲルマン人などの根血が主である。外国人の割合は高く、3分の1程度である。主な外国人は、2016年現在、ポルトガル人、36%、フランス人、15%、イタリア人。 8%、ベルギー人7、7%である。神聖ローマ、ドイツ帝国から分離した、歴史上ドイツ系の国民とみなすことができるが、フランスの影響も強く、ドイツ語系の方言を古い母語としながら公的には、フランス語が主流となっている点では、フランスのアルザス地方と相似している。言語はフランス語、ドイツ語、ルクセンブルク語の3つが公用語とされている。 フランス語は7歳から教育が始まり、行政と法律の言語として使用されている。家庭内、友人間、地元に密着した店ではルクセンブルク語が現地人の言葉として使われ、また多くの場合カトリック教会の天礼言語としても使用されている。ルクセンブルク語は中部ドイツ語の一派であり、標準ドイツ語との距離も近いため、 テレビや映画など、報道関係分野ではドイツ語が多用される。またその他、街や、レストランなどでは英語のみならず、ポルトガル語やイタリア語などを耳にする機会も多い。英語は、空港やホテルでは、問題なく通用するが、バスの運転手や、小さな商店などでは通用しないことがある。宗教は、ローマカトリックが87%、プロテスタント、ユダヤ教。 イスラム教などが13%である。婚姻の際、法的な性が変更されることはない。なお、氏名の変更は可能である。2014年より、同性婚も可能となった。ルクセンブルク国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が1件、記憶遺産が1件、無形文化遺産が1件存在する。ルクセンブルクは、 もともと丘の上に築かれた城を中心に発展した小国だが、その城と市街が、ルクセンブルク、その古い街並みと要塞群として、1994年に登録された。クレル帽子にある城の展示室に常設展示されている、ルクセンブルク出身の世界的な写真家、エドワードス体験が1955年に、ニューヨーク近代美術館で企画した、は、 世界記憶遺産に2003年に登録。エシテルナッハ市で中世から続く踊りの更新ダンシングプロセッションは世界無形文化遺産に2010年に登録された。ルクセンブルク大学がこの国における唯一の大学である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。